はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、私はですね、今福岡県のですね、福津市という場所に来ております。はい、玄界灘というですね、まあ、あの海なんですけども、玄界灘のですね、目の前のこの温泉旅館にですね、一泊二日で来ております。はい、まあ、何かっていうとですね、私の経営者仲間の先生とですね、まあ、研修旅行っていう形で来ているんですけども、まあ、いろいろ情報交換をしたりですね、まあ、あの勉強したりとかしています。まあ、そういった名のちょっとこう、まあ、あの休みというか少し休憩もがてら来てはいるんですけども、まあ、本当にちょうど良かったのはですね、実は私昨日から帯状疱疹になりまして、はい、帯状疱疹にですね、なりました。まあ、本当にたまに出るんですけど、本当に2年に1回くらいですね。本当に2年前の開業したての本当に忙しかった時と、その前の2年前のそうですね、仕事がやっぱり雇われの時でもすごく忙しかった時、まあ、ストレスが溜まっていた時にですね、まあ、帯状疱疹になったんですけども、やっぱり体って正直だなって思いました。はい、まあ、今日話すことそんな大した話をするつもりはないんですけど、やっぱりですね、体って本当に正直で、もう私も健康に関するあのいろんな情報を発信してますけど、やっぱり自分が体調崩しちゃいけないなっていうふうに思ったことと、やっぱりそういう時は素直にやっぱり休まなきゃダメだなって思いました。はい、体からのサインなわけですよ。体からのサインなわけです。そういった帯状疱疹とか、じゃあ、風邪ひきましたとかですね、そういう時って体からのサインなので、それを無理してしまうとですね、もっと悪くなってしまいますよね。で、それはしょうがないんだ、やるしかないんだっていう風に思うような考え方もあるかもしれないですけど、そうすると実際もっと長引いてしまうわけじゃないですか。だからそれのためにですね、いろいろ仕事の準備とかももちろん大事だと思いますし、やっぱりですね、自分の体を大事にしないとですね、もっともっと長引いてしまって、むしろですね、周りの、まあ、仲間だったり家族にですね、やっぱり迷惑かけるっていうところなので、そういった体からのサインをですね、やっぱりこう敏感になっていただきたいんですね。はい、なので、まあ、変な話、そのご飯とかもですね、お腹空いてから食べるっていうのが普通ですし、やっぱり眠いっていう風に思った時は眠らなきゃいけないんですよ。体ってバカじゃないですから。はい、っていったところ、自分への戒めも込めてですね、お話ししています。はい、やっぱりその3食を務めて食べるとかじゃなくって、やっぱお腹が空いてから食べる、眠い時はちょっと眠るっていう形でですね、体からのサインにやっぱり素直になってくださいっていうところをですね、私からのメッセージですね、お伝えさせていただきます。私も今、まあ、体が疲れてるっていうことなので、ちょっと今日もですね、ゆっくりして、まあ、神奈川に明日帰ってですね、仕事再開しようかなっていうふうに思っています。はい、そんな大した話ができなくて申し訳ないんですけども、昨日の夜から泊まっているんですけども、昨日の夜はですね、まあ、玄界灘の海の幸をいただきました。タイの生き作りだったり、伊勢海老の生き作りだったりとか、それを味噌汁にしてもらったりとか、やっぱり美味しいものを食べて、温泉に入って、まあ、楽しい仲間と過ごして、しっかり寝て、朝から温泉入って、こうやって散歩するっていうのが最高だなっていうふうに思いましたね。はい、そういった形で疲れているあなたはですね、ちょっと休憩も入れて、体をしっかりパフォーマンス高くして、また今日も一日頑張っていきましょうというお話でした。はい、そういったところですね、もしですね、ご質問であれば下にホームページのリンクありますので、ご質問ください。またですね、今後も健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。